セルギウス3世は第119代ローマ教皇、ローマの貴族の出身。反、フォルモス派であったセルギウス3世は897年12月にヨハネス9世と教皇位をめぐって争い、一時的に勝利したが皇帝ランベルト・ダスポレートによりローマから追放され、結局皇帝の支持を得ていたヨハネス9世が教皇位についた。903年に、 先代のレオ5世が対立教皇のクリストフォルスに敗されると904年1月にクリストフォルスを追放して新教皇に就任した。就任後はヨハネス9世への報復として彼の教皇くらいの剥奪を宣言したりフォルモスを支持した歴代教皇に対しても名誉剥奪を行ったりした。また教皇就任当時生存していた対立教皇クリストフォルスは 修道士の身分に落とされ、クリストフォルスにより投獄されていた全教皇レオ5世は、獄中で殺害された。クレモナ司教リュートプランドによると、教皇就任直後より当時牽制を誇っていた、ローマ貴族テオフィラットの娘であるマロツヤと関係を持っていたとされ、ライバーポンティフィコリスには、後の教皇ヨハネス11世は、セルギウス3世とマロツヤの愛の子であると書かれている。 この審議は定かではないが、セルギウスは、マロツヤの父テオフィラットの指示を得て7年間境行為を維持し、911年病床で死去した。セルギウスはサンジョバンニーンラテラの大聖堂を再建した。ありがとうございます。